レースはイン逃げでの決着となりましたが、今日は序盤カードセンターアウト勢にも大いに出番のあるそんな流れとなっています。シリーズ4日目、これより第5レース一般競争です。対戦メンバーです。1号艇原香織、2号艇津久井拓也、3号艇東智人、4号艇渡辺博樹、5号艇隙柄貴俊、6号艇岡谷健吾、以上6選手の対戦です。このレースは枠番通りに収まっていきそう。好1点の原香織が絶好枠からインコースに向けて進んでいます。混合シリーズの5日間、現在は女流組は6名ということになっていますが、川野そして平山に続く白星となるか1号艇原です。2コースには準優勝戦進出メンバー2号艇津久井拓也、連日コーナー見応えたっぷりのレースを披露いたしまして、オール3連隊で予選クリアとなっています。そして注目地元3号艇東智人、センター3コースから初日から船足良好、依然としていい足を誇ります3号艇東智。ここまでがスロー、角市4コース、4号艇渡辺博樹は今日の1走目2コースからまくってシリーズ初勝利、5号艇隙柄貴俊が5コースに侵入、こちらも準優勝戦を控えます。6号艇岡谷健吾が6コース。定番通り2つに分かれました3対3のスタイル。シリーズ4日目、第5レース一般競争インコースから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。わずかに5コースから5号艇隙柄貴俊が好スタートを絞り込んでくるが、2コースから2号艇津久井拓也が先手を取るか、インから1号艇原香織、まくり出し狙うのは3号艇東智人、内から4号艇5号艇佐藤も、わずかに1号艇原香織が優勢も、へさきをかける2号艇津久井拓也と3号艇東智人、内側からは5号艇隙柄貴俊、さらには6号艇岡谷と5選手固まる状況。第5レーススタート正常です。2マークは最内から5号艇隙柄、懐ついてくる2号艇3号艇両者でありますが、先手を取った5号艇隙柄貴俊が先頭、すぐ後ろ2番手の際は2号艇3号艇ぴったり並ぶ、内側に2号艇津久井拓也、外に3号艇東智人。レースは2周目に入っています。上位体系目下のところ5番、2番、3番、内からは1号艇接近原、握っていったのは3号艇東智人で向こう上面に入りますが、内々通って2番手は2号艇津久井拓也がわずかにコース有利か。しかしその差は判定心、3号艇東智人も外からぴったりマーク、2号艇3号艇両者が完全に並んだか、2番手の際2周にマークです。先頭は独走体制5号艇隙柄貴俊、2番手は2号艇津久井拓也、内を狙って3号艇東智人も粘りますが、ここで2番手は2号艇津久井達也が2停身リード、津久井拓也が2停身リード、5番2番3番最終周回に入っています。どうやら準優勝戦出場を決めたメンバーが 1-2-3 ということになりそう。3号艇東智人も粘りを見せますが、2号艇津久井拓也が2番手をキープ。上位体系は5番2番3番、後方水が空いて1号艇6号艇4号艇が続いています。シリーズ4日目第5レース一般競争5番2番3番、先頭独走体制混戦突破となりました。5号艇隙柄貴俊、2号艇津久井拓也が2番手、3号艇東智人が3番手、上位体系5-2-3でゴール、先頭5番隙柄ゴールイン、2着2番津久井、3着3番東智ゴールイン、1番原ゴールイン、6番岡谷ゴールイン、ラスト4番渡辺ゴールイン。以上尼崎第5レースでした。第5レースの着順確定をお知らせいたします。1着5番、2着2番、3着3番、以上でございます。シリーズ3日目の攻防、序盤戦から激しい道中の戦いが展開されております。これより迎えるカードは第5レース予選競争です。対戦メンバーです。1号艇原香織、2号艇大橋ゆず、3号艇桜本歩美、4号艇西村美智子、5号艇平高奈奈、6号艇平田さやか、以上6選手の対戦です。枠番通りの侵入スタイル、1号艇原香織がインコースに侵入です。
2枠以降にパワフルなメンバーが名を連ねるこのカードならば、ここはスタート先手を取って主導権を握りたい1号艇原香織です。2コースには2号艇大橋ゆず、出しからの思い切りのいいレース、今シリーズも見せ場を作りますが、ここはスロースイキからスタートを決めていきたい2号艇大橋、3コースには3号艇桜本歩美です。実績モーターを手に、昨日はインコースからシリーズ初白星をマークしました3号艇桜本、ここまでがスロー。角市4コースには4号艇西村美智子、昨日は振り枠2走でやや大きな着となりましたが、しかしながら依然として出足は良好であります4号艇西村、そしてシリーズ4戦2勝オール3連帯をキープ5号艇平高奈々、6コースには6号艇平田沙耶香です。定番通り2つに分かれました3対3、風速4メートル前後の向かい風、第5レース予選競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。ダッシュ勢がスタート優勢、角から一気の攻め、4号艇西村美智子がスロー勢を飲み込んだ、これを見据えて5号艇平高奈々が2段で攻めるが4号艇西村飛びつく、バックストレッチに入ります。角まくり4号艇西村美智子が先頭、判定審査で5号艇平高奈々が外からぴったりマーク、香川勢のトップ争い、そして3番手争いは残る4選手激戦も、わずかに3号艇桜本が第5レーススタート正常、1周にマーク4号艇西村美智子、内側つく5号艇平高のサッシュアンドロー、と4号艇西村バランス崩した、逆転5号艇平高先頭、3号艇桜本2番手、6号艇平田沙耶香が3番手後方、4号艇西村アクシデントがあった模様、5番3番6番と変わっています。なおお知らせいたします、4号艇西村美智子は失格、4号艇西村は失格となっています。上位の体型は5番3番6番となっています。上位体型5番3番6番、後方は2号艇1号艇が続いています。先頭は5号艇平高奈良、2番手3号艇桜本歩美、3番手6号艇平田沙耶香が続いています。2周2番からホームストレッチ、レスキューと自己艇の外を大きく回ります。先頭は5号艇平高奈々、2番手3号艇桜本歩美、3番手6号艇平田沙耶香、5番3番6番で最終周回に入っています。角4コースから0台のトップスタート、先制攻撃西村が主導権を握りましたが、一瞬にマークでアクシデント、5号艇平高奈々が先頭に躍り出ました。3号艇桜本歩美が2番手、6号艇平田沙耶香3番手、5番3番6番、後方2号艇1号艇が続いています。なおこのレース4号艇西村美智子は失格となっています。5番3番6番でラストコーナー慎重に回っていきます。先頭は5号艇平高奈々、シリーズ3勝目は目前、3号艇桜本歩美が2番手、6号艇平田沙耶香が3番手、上位体系536でゴールです。先頭5番平高5塁、2着3番桜本5塁、3着6番平田5塁、2番大橋5塁、ラスト1番原5塁。以上天ヶ崎第5レースでした。第5レースの着順確定をお知らせいたします。1着5番、2着3番、3着6番、以上でございます。水面上はシリーズ3日目の模様をお送りしています。ボートピア川崎解説記念競争、今日のレースはさらに進んで準優前の一般戦ラストカードとなりました。第9レースの争いです。1号艇原香織、2号艇今井由里、3号艇北より、4号艇野田部ひろこ、5号艇には田中ひろこ、6号艇村上奈穂、以上6名による対戦カード。第9レースの一般戦は往路女子6名による戦いです。
バック定段の外には6号艇の村上、5選手枠番通り流しつホームへと入りますが、インコースには1号艇原、すでに向けて左打ちです。流して続くスローにコース2号艇今井より、3号艇は3号艇の北、内寄りスロースイキ、1、2、3と枠番通りに入るところ、下げます。4コースを引いて4号艇のノーターベが角1、5コースに5号艇の田中、6コース枠内に6号艇の村上、スロースイキには3艇構えて1、2、3ダッシュ3艇4、5、6、3対3と分かれたポジションです。第9レースの一般戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。9レーススタートしました。イントリコース1号艇、2号艇わずかにコーススタート、インコースから1号艇原先行です。2コースからジュワリで2号艇の今井が一旦待って引いていく、外を行ったのが3号艇の北、内を通って4号艇のためバックへ入り、リードは3艇進と単独先頭のポジション1号艇の原、2番手3号艇の北が優勢、3番手インカの4号艇のためが接近する。スタートは正常です。一周にマークの旋回へ内を浮上直線上がって4号艇のため2番手先行か、3号艇の北が外前からホームステージへ帰った、アウトコース3号艇北、真ん中から半歩をかれて4号艇のため偶上を救って2号艇今井、インから現在判定し先行し2番手のポジションには2号艇の今井、外3番手の3号艇の北、前艇が2周目に入ります。4番手からボートを打ちに振りつつも4号艇ののためが接近する。センター回って2号艇今井アウトを行きます。3号艇の北バックスレッジへ入りました。インコースから一定者先行出まして2番手は2号艇今井、外3番手は3号艇の北、内側から最接近です。4号艇のため直線上がって2コーラル旋回に入ります。2番手2停止に先行し2号艇の今井、3番手3号艇4号艇並んだが内側から突っ張って4号艇のためがいった、3号艇の北が外が回ってホームステッチへ競り合った両者、インコースから少し覗いて4号艇のためその内すくって6号艇村上接近する、アウトサイド半歩後退し3号艇の北、最終周回に入ります。3周回第一ターンマークの3番手の水はインから6号艇の村上が行く、4号艇のノータベが引いていく、バックスイッチへ入りました。アウトコース6号艇村上、インコースは4号艇のノータベ、現在1停車2停進と3番手優勢に6号艇村上、最後の時計らを通過、ラストターンマークの旋回に入ります。1番2番12対勢、3番手は3停止先行し、最終ターンマーク6号艇の村上が先行し、4号艇のロタベが内を通ってホームステージへ帰った、接近はするんですが体型は変わりません。9です。先頭1番原降臨、2着2番今井降臨、6番の村上、4番のロタベ降臨、3番5番降臨。第9レースの確定は1着1番、2着2番、3着6番以上です。